レイクウォーク岡谷は、長野県岡谷市銀座一丁目にある、ユニー株式会社のモール型ショッピングセンターである。なお、東欧項目では、同地で以前営業していたアピタ岡谷店についても、記載する。店舗は、市役所や岡谷市の公共、文化施設などに隣接しており、JR 岡谷駅の約1キロメートル北東に、所在する。 1985年に開店したアピタ岡屋店を建て替えて開店しており、モールの名称は地域のシンボル、諏訪湖にちなんで、レイクウォーク岡屋と命名され、長野県下で初のウォーク店舗となった。天下の記載として、全国的に有名なお柱祭りで使用された諏訪大社のお柱を、モールのシンボルモニュメントとして展示している。また、岡屋市を発展させてきた養産。 キヌ産業の象徴として、俳優、伊勢谷雄介が代表を務める、リバースプロジェクト制作による、アートオブジェクト、ダイヤモンド国運が店舗内に設置されている。ストアコンセプトは、エブリデイバリューモール毎日の暮らしに上質な、おもてなしをとしている。建物は、屋上駐車場付け骨造り地上4階建て。店舗は、地上1階から3階までとなっている。営業面積は、 約2倍に拡張され、従前店舗比1.6倍となる63のテナントを導入している。建物は西側が立体駐車場、東側の1階から3階が店舗、4階、5階が駐車場となっている。なお、店舗の北側がアピタ直営売り場、南側が専門店街となっており、サーキットモールタイプの構造となっている。トイレは 店舗の中央に配置されており、アピタ直営売り場、専門店外双法から入ることができる。アピタ岡屋店アピタ岡屋店は、1985年9月に開店した店舗で、同地に存在。屋上駐車場付き2階建て本館と、別棟1棟、立体駐車場1棟から構成されており、旧称は、ビアアピタ岡屋。長野県内初のアピタ店舗であった。 老朽化及び建て替えのため、2014年8月に一時、閉店し、休業に入っていた。かつて店舗内で夏はプール、冬はスケートリンクの施設として、アピス岡屋の運営も行っていたが、1992年4月に閉鎖。ビアの負傷を外した後、跡地は食料品売り場の一部となった。1994年7月1日に増築を行っている。 通算連歴から2014年の休業時点でユニーサイコさんのアピト店舗であった。出店交渉時、地元商業者で構成された出店交渉協議会から当初計画より物販面積を約3000平方メートルも削られ、同時期に近隣で開店交渉していた伊東洋華道岡屋店に比べてかなり狭くなってしまった。不満を持った。 ユニーの開発担当は、それでは競争力が維持できないと判断し、上層部に出店を断念する報告を行った。しかし、報告を聞いた、当時のユニー社長が、開発担当に対して激怒し、物販面積が減らされただけのことであり、なぜそれに代わる施設の検討をしないのか、ユニーには、プール設備設置の実績があるではないか、と一括した。そのため、 当時プールとスポーツ事務施設を持ち、愛知県港南市に開店していたビアアピタ港南店と同様にビアの不祥がアピタ岡屋店につけられ開店することになった。アピタ岡屋店に関するカテゴリー。ありがとうございます。